誰？そこに誰かいるの？あ、そうか。あれは霊夢のお母さんね。そうか。これは夢だ。あまりにも私が働かないから夢にまで出てきたのね。まさ夢になりそう。あー、怒られる前に早く目覚めてー。マリサー、いつもみたいにフライパンカンカンしてー。いやー、フライパンと頭じゃなくてフライパンと包丁ー。何？最強な女性選手権でも始まんの。じゃあこいつも。こいつも混ぜておいて。あー、消えないよねー。そんなこと言ってたら母が近いー。いや、てかこれ母じゃねーなー。あー、こっちみんな。おい霊夢、すっごいうなされてたぞ。誰が最強の女だって？誤解。それは誤解なのよ。てかここどこですか？ここは胃袋の名を持つ巨大船舶網の中だぞ。つい先日まで母さんのお腹の中にいたってのに次は胃袋かよ。今回もリクエストから選ばせていただきました。他にもいろいろやりたいやつがあったので、これが終わり次第やっていこうと思います。で、霊夢はここで何をすればいいの？放火？違うわ。危ない発言は控えろよ。この船から脱出することが目的だな。じゃあやっぱり燃やして脱出するのが手っ取り早くない？お前ここ海の上だぞ。どうやって陸まで行くんだよ。まあ泳いで行くしかないよね。それは体力的に絶対に無理だ。マット海出口を探してそこから脱出した方がいい。マット海ですか？霊夢の苦手な言葉ですね。さすが根っからのニート。てかここ薄暗すぎません？ライターの火がなかったら真っ暗ですよ。あ、ストーブだ。火つけてみよう。そりゃこれ一応ホラーらしいし。大丈夫ですよマリサ。うちのホラゲは怖くないって評判ですから。いや、それは編集した後の話だろ。お前の様子をただ見てるうちは怖いだろ。進めなくなりました。おい聞いてんのか。皆さんのリクエストなんですから、ちょっとぐらい我慢してくださいって。リクエストホラー多すぎなんて。いや、これ開始1分で積んだな。おーおー、誰かいませんか？そこに取ってついてるだろ。あ、これ取ってだったの。一体他に何に見えるってんだよ。お、開いた開いた。これは超難問だったな。しょっぱなから不安なんですけど。うわわ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 わ。色調補正してこの暗さやばいですね。ライター持っててよかったな。でもなんでこんな小さい子がライター持ってるんですか？危なくないです？まあそこは懐中電灯じゃ弾けないからな。演出だろ演出。めたいこと言いやがるな。これ一体どこまで続いてるんですか？あれ？進めなくなった。頭が壁に当たってんだよ。あ、びっくりした。2回目の超難問来たかと思いましたね。さっきから大した難問ではない。お、やっと広いところに出れましたね。しかしでっかい船だな。ここから脱出するまでに一体何日かかるのか。霊夢お腹ペコペコですよ。こんなことなら昨日雑草じゃないもの食べておくんだった。うちの食生活をバラすな。いやー、霊夢がすっごく小さく見えるぞ。広大だな。でもなんか久しぶりの光ですね。光ってやっぱ安心するわ。よし、心臓破りの階段を登り終わってより一層お腹が空いてきた霊夢ちゃんですが、あれ？あれって夢に出てきたおばさん。あ、こいつのことか。いや、そっちじゃなくて日本人形みたいな顔したおばさんの方ですよ。わ、ほんとだ。なんか不気味なんだよな。何の意味があるのかわからないですね。先に進みますか。次はなんか普通の部屋っぽいですね。船の中なのに部屋があるってことは豪華客船だったのかな。今はべちゃべちゃで沈没船みたいだけどな。むむむ、タバコの吸い殻がありますね。これを見る限りここにいた客はかなりのヘビースモーカーだと見た。だからなんなの。深い意味はありません。よいしょー、よいしょー、よいしょー。お、つかめたつかめた。ちょっとした段差も上がるの大変なのよね。次はまた別の部屋かな。あ、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 お疲れ様でーす。そうだよ、疲れたからこの姿になったんだよ。あ、じゃあお先失礼しまーす。いや、そこスルーしちゃうのかよ。すごい身長の高い方ですね。ここじゃねえよ。自殺してるんだからもっと怖がったリアクションしろよ。わー、死んでる。首吊り自殺や。これでいいですか？まあいいだろう。いいの？基準がよくわかんねえな。遺書が落ちてますけど読んだら心が痛くなりそうなんで先に進みますね。いやだ、ノブが届かねえな。霊夢、椅子を使ったらどうだ？あ、そうですね、ちょっとお借りしましょう。え、でもそれ自殺した時に使った椅子だろ。でも使ってるし抵抗はないのか。この小さい椅子にこのでかい人が乗れたとは思えませんけどね。あ、確かに。どうでもいいことばっかり気にしやがって。これで椅子の設置完了。これでドアノブに手が届きそうですね。やっほーい。うわ、また真っ暗じゃねえかよ。しかも何か音がしますね。いや、やめて、怖いこと言わないで。外のプロペラが回ってるだけだろ。怖がりすぎだって。ふう、登るのも一苦労ですね。あれ、でもここ段差高すぎくんすぎて上がれないですね。あ、これ冷蔵庫じゃないです。何か食べ物はないかな。なんかこの中にいましたよ。おーおー、待て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 。いや、逃げ足早いな。今の冷蔵庫に閉じ込められてたの。助けられてよかったですね。まあ、敵なんだか味方なんだかわかりませんけど、なんか食べ物はないかな。あ、いや、これ冷蔵庫じゃなくね。靴が入ってるみたいだぞ。なんだよ、ぬか喜びかよ。深い加減登れよ。何回失敗してんだよ。これは何か、ないか物色してたんですよ。でも靴しか入ってないので先に進みます。おやー、一気に進むでー。何ですかあの気持ち悪い。落ちてきたわ。気持ち悪い。なんかピチャピチャ言ってた。一匹だけでよかった、一匹だけでよかった、一匹だけでよかった。あー、危ねー。霊夢もっと慎重に行かないと。いや、さっきなんか気持ち悪いのいたからさ。いやー、気持ち悪いのいたね。気持ち悪いのいたね。じゃねーよ、しかも三匹もいたじゃねーか。またピチャって言ったねー。ふ、怖くはないけどあれは気持ち悪い。お、なんだこれ、レバーか。砂肝ではないね。くだらないこと言ってんなよ。レバーがあると絶対に触りたくなるよね。そのレバーがドアの開閉をする仕組みになってたみたいだな。まあ、たペチャペチャがいるじゃないですか。待ち構えてるな。落ちてくるな、落ちてくるな、落ちてくるなー。びくともしませんでしたね。行き止まり？わー。ドアが閉まった音にびっくりするなよ。だって、
怖いんだもん。マリサ、それでよくピザ屋の警備なんていけましたね。愛の力は偉大だな。そう、そんな愛とかじゃないってば。あ、さっき冷蔵庫にいたやつ。落ちたー。いて、もうこんなところに落とし穴あるとか聞いてないですよ。そりゃ落とし穴あるとか言ったら面白くなくなるだろ。なぜ失礼じゃねえんだって。なあ、あの黒いピチャピチャするやつめっちゃいねえ。うわわ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 、マジだ。いや、めっちゃいるすごい数だ。気持ち悪いよー。それに触ったらどうなるんだろうな。いや、想像もしたくないですよ。早くー、開けばー。ふた、助かった。さっきあの三角帽子を追いかけてたら落ちたんですよね。三角帽子？いや、私関係ないからね。あいつは落とし穴に落ちなかったのに。それ霊夢の方が体重が。ゲフンゲフン。いや、でももうお腹空きすぎて体感的には今の体重ゼロですよ。それもう原型ねえじゃん。あー、誰か霊夢に食べ物を。うん、いたー、三角帽子。待って、なんで逃げるの？霊夢、お前のこと取って食ったりしないよ。あー、細い道は注意して渡りましょう。焦ったー。もうダメかと思いましたよ。よくこの高所から落ちて帰ってこれたな。次は慎重に行きますよ。あいつの正体は気になりますが、自分の命には変えられないです。すっかり三角帽子には逃げられました。あの速さだからな。捕まえるのは無理なんじゃないか。こういうレバーはとりあえず回してみよう。う、結構重たい。お、光が差し込んできた。これを回したことでどこかが開いたんですかね。あ、もうこれ以上回らない。で、どこが開いたんだ。なんかレバーから手離した瞬間閉まってきてないか。あー、閉まってる。間に合い、間に合った。お、またこの扉か。いいぞ、受けてたとう。お前は何と戦ってんだよ。よーし、必ず開けてみせるぞ。この扉霊夢には大きすぎるんですよね。お、もうちょっと。中に三角帽子が入ってましたよ。もう、中に入ってるなら入ってるって言ってよね。やっぱ言ったら面白くないだろ。いや、だから徹底霊じゃねえんだって。あー、また見失っちゃいましたね。え、何？何の音？上になんか化け物がいるぞ。何か運んでるな。ここにあんなでかい生物もいるんですね。なんとなく見つかったらヤバそうだな。あ、それよりも三角帽子探さなきゃ。しかも誰ですか？親切に紐を垂らしといてくれた人は。バンダイさんですね。リアルな答え、さあ。それにしても小さくて可愛いですね。霊夢が小さいのか、周りが大きいのか。その入り口もハムスターサイズなんじゃないの？きっと周りが大きくて霊夢が小さいんでしょうね。そうだね。ふぅ、あれ登るのって結構な筋力がいると思うんだが、見かけによらずかなりの筋肉ムキムキだと見た。いや、どう見てもげっそりだろ。お、お邪魔しまーす。ねえ、このドアめっちゃ見てくる。なんだこの部屋。トイレットペーパーがいっぱいだな。トイレですかね。こんなところ怖くて用出せないな。しかもこのドア絶対ビリビリってなりますよね。あ、漏電してんな。まあでもわかんないから試しに行ってみれば。あの隙かな。どっか電気を落とすような装置があるはずなんですけど。やっぱりレバーがありましたよ。ドアに隠れて見えなくなってたぞ。うんしょ、ほいしょ。あ、重たい。霊夢、お前、ほぼトイレットペーパーと同じサイズだぞ。それは皆さんも霊夢の大きさを想像しやすいですね。手のひら霊夢。よいしょー。いやー、真っ暗になったじゃん。そりゃ電気落としたんだから真っ暗になるでしょうよ。うん、なんかカチカチ言ってるな。もしかして時間制限があるのか。はい、でも抜けました。早く電気ついてー。ここは子供部屋っぽい感じですね。部屋の中にシーソーあるってすげーな。部屋が公園みたいになってますよ。お前らこんな真っ暗な場所でよく普通でいられるな。マリサビビりすぎですよ。わ、ブランコもある。こんななんでもかんでも小さい時から与えてたらろくな大人にならないぞ。ニートに言われたくない。あ、電気もつきましたね。え、電車のおもちゃも走ってますよ。すげーな、肝心の子供はいないけど。てかこれって、また電気が流れてそうだな。ここも通り過ぎないといけなかったのかー。ということで U ターン。おやー、突っ走れー。あ、意外と余裕でいけましたわ。そろそろマジでなんか食べ物ないかなー。あれ？お前と同じサイズのやつがいる。いやー、眩しい。あ、あれ？体が。あ、はい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 。あの光に当たると石だかすな。いやー、また当たっててくさ。か、体が。はい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 、もうわかってんだ。ここの影に隠れるんだ。はい、正解。上にある目玉が光を放ってるみたいだな。あの目玉よく見かけますけど、何なんですかね。ドアに描かれてたり色々出てくるよな。あ、向こうを向いた今がチャンスですね。走れ。あー、戻ってきたー。お前ちょうどそこ影になってたのに、なんで戻ったんだよ。条件反射ってやつですね。今私はここにいます。そこにいれば光に当たらなくて済むだろ。はい、おっしゃる通りで。よし、今だ。これでやっと先に進める。なんか石になったことか。一生分体験しましたね。そんなん体験したくねえわ。あれ、なんかこの中にまた囚われてないです？三角帽子のあいつか。こいついろんなところに閉じ込められてるよな。一匹じゃなくて何匹もいるんですかね。助けてあげなきゃ。ここから上に行けそうですね。待ってろよ、今助けてやるからな。だからなんか食べ物をくれ。すぐに帰りを求めるな。だってここ雑草すら生えてないんですよ。お前雑草耐性つきすぎだろ。ろくな食生活送ってないんで。やめろ、うちの食生活を晒すな。はぁ、お腹すいたよ。よし、三角帽子は無事か。あ、逃げた。囚われられてたわけじゃないのか。こっちに逃げていきましたよ。よし、追い詰めたぞ。お前にもう逃げ場はない。何回を見てたみたいだな。同じような奴が描かれたいだな。ねえねえ、君はなんて言うの？そうか、ノームって言うのか。君は味方なの？敵なの？いや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 、首絞めてるみたい。ただ持ち上げてるだけですよ。それにしても謎すぎるな、この船の中。